もこんにちは、旬ダイアリーメンバーのオクラです。今回密着させていただくのは、新卒1年目で飛び込み営業全国1位、新卒2年目の現在、新規事業立ち上げ責任者を担う平田桃さんです。今日の意気込みをお願いします。今日は月末最終日なので、はい、何としても多分達成できるとずっと思ってるんですけど、はい、最後もメンバーもみんなアポ上げてもらって達成できたらなと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回お邪魔するのは、何をやるかではなく誰とやるかがモットーの株式会社ピライトさん。メンバー皆さんが全力でかつ楽しんでバリバリお仕事されている姿が本当に素敵でした。おはようございます。おはようございます。朝礼始めさせていただきます。ミッションサービスの提供を通じて日々の生活を喜びをとらす。サービスの提供を通じて日々の生活を喜びをとらす。お電話口までありがとうございます。私、はい、株式会社ディライトの平田と申しまして、今回求人広告の件でちょっとご連絡だったんですけれども、午前のお仕事はひたすらテレアポからスタート。チームを引っ張る姿がとってもかっこよかったです。そうですか。あ、失礼いたしました。そしてでしたらまた機会ありましたらよろしくお願いいたします。では失礼いたします。結構喋ってたよな今。惜しかった。惜しかった。稼働割ログ聞くから録音今撮っといて、ログ送っといて。部下の方のテレアポ録音を稼働後に聞いてアドバイスされるそうです。そりゃチームとして強くなるよな、これがトップセールスのリーダーかーって思いました。全員成長意欲がすごいチームだなって感じました。はじめまして、株式会社ディライトの平田と申します。本日はよろしくお願いいたします。平田さんは商談のお仕事もあります。1月半ばからスタートした中途求人の事業で、もちろん初めは受注もない状態。当初は責任者として悩むこともあったそうですが、頑張る理由をお聞きすると、メンバーや社長さんと一緒に頑張りたいからという熱い思いを聞かせていただきました。では明後日ですね、私の方からまたご連絡させていただければと思うので、ご都合の悪いお時間帯とかって明後日ありますか？はい、じゃあまた明後日の夕方4時ぐらいに私の方からご連絡させていただきますので、はい、ぜひご検討の方でよろしくお願いいたします。これさっきないです、大丈夫ですか？にぎやか。結構いつも昼休憩の時間には入ってるけど、はい、平田さんは作業継続されるみたいな。そうです。これとりあえず終わってからやるか、出してとりあえず買いに行って食べながら作業して15分ぐらい寝ます。寝る時間確保するためにダッシュしてるようなもんです、はい、あーお腹すいた。ちょっとお昼切ります。早く作業したいから移動時間が無駄って言いながらダッシュされてました。次もダッシュされてるみたいです。ランチの時間にインタビューさせていただきました。大変なことももちろんあるんですけど、はい、それより毎日でも充実してる感、毎日駆け抜けてる感の方が強くて、はい、日々がなんか大変だなっていう感じはあんまりないかもしれないです。それはやっぱり社長が兄さんだったから、はいはい、兄さんに惹かれたっていうのが一番でかいと思います。一番の入社理由が社長、一体どんな方なのでしょうか？まあ、何に惹かれたかっていうと、仕事に対してストイックっていうのもあるんですけど、はい、あんだけストイックなんですけど、人に対するまあ感謝とか恩を忘れない、はい、なんか人間味みたいなところがあって、はい、いろいろ魅力はあるんですけど、大きくはそこかなと思います。はじめは正直ディライト一択ってわけではなかったです。決め手になってたのは、はい、まあ、そのちょっと迷ってる中で、私その時実家が京都に住んでたんですけど、はい、当時2が滋賀の方にいて、はい、そこは車でなんか 5,6 時間ぐらい迷いながらかけて、はい、わざわざ手紙を実家に届けに来てくれたんですよ。朝見たらポストに手紙が入ってて、まあ、一緒に働きたいっていうメール入ってて、はい、なんか一人の学生にこんだけ思い入れてというか、はい、っていう、まあ、2の熱意と、あ、一緒に働きたいなって、そこですごい気持ちが固まったっていうのもあるかなと思います。兄さんに実際のあの時の心境を聞かせてもらいました。まず面接がすごいこう良くて、当時初任給うちが20万ぐらいだったかな。他にも内定いくつか持ってるところとかと、初任給40万の会社とかも持ってもらってたので、ただ内定出して、まあ、うちに入るかって言われたらそうじゃないよねって思って、一刻も早く内定を伝えたいと思って、すごいこう良かったですと、うちと一緒に働いてほしいってことを、車を運転して渡しに行ったみたいな感じです。
そこまで印象に残る面接ってどんなんだったのかちょっと聞いてみました。2つあって、はい、まず1個は努力量が半端なかったっていうところで、はい、365日ずっとそのバスケの練習があるようなところをやってて、でそれをなんかこう嫌だと思わずに勝つために努力してる、こう好きでこう努力してますっていう、なんかそのこう姿勢みたいなところがまず1個すごい良かったなっていうところと、はい、高校2年生の時に3年生がいる中でキャプテン上がってるんですけど、なんか1回そのキャプテンをこう下ろされたことがあって、でもそれでも監督のこう愚痴を言うわけでもなく、こう自分が足りなかったんだ、でそういうすごい、悔しいと思ってまたキャプテンになりたいと思ってこう努力して結構上がりましたっていう、まあ、それが多分人生で一番こう辛かったことみたいなエピソードで話してて、まあ、すごいなと。なんか大体こういうのこう下ろされたこう言い訳したりとか他責したりっていうのが多いと思うんですけど、それがまあ自分の未熟さで一回落ちてしまって、でまたこう認められるために再度こう頑張りましたっていうエピソード聞いて素敵だなって思いました。メンバーさんとの関わりって結構仲間みたいなところが強いですか？部活の仲間みたいなイメージだと思います。日曜日にバスケの試合があるから、はい、それに向けてみんな戦略話すみたいながめっちゃあります。はい、え、あれなんでおる？何話してるんですか？メンバーさんとの関係めっちゃ良さそうですよね。ちなみにこれはガチで爆睡されてました。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあ残り月末最終日あと8アポ午前撮った人、はい、お疲れ様です。はい、あと残り8アポで午前3アポやから残り午後5アポやね。はい、あのケイシーブザービートアポが得意やからケイシーなら決めてくれるかなと思ってます。はい、はい、じゃあ残り、はい、なるべく最短でアポ取れるように頑張ってやっていきましょう。はい、いきます。せーの。午後になっても日向さんは次から次へと仕事をこなされていて、外でも時間になったらクライアントさんにお電話対応されていました。午前株式会社ディライトの平田なんですけれども、あさっての木曜日の3時からあの千歳湯の件でお伺いさせてもらうものなんですけれども、何て言いますか？ちょっとは営業なんで、はい、はい、言います。新たお客さんで、はい、設定なしで大丈夫？設定今回なし、ある程度僕が考えて、そうそうそう、で、あの客はそれをなんか察するじゃないですか。オッケー、じゃあ一旦今日は、まあ、そのパターンでやって、はい、現在求人広告にご掲載中かと思うんですけど、はい、はい、中途採用自体は現在も継続中であってましたでしょうか？そうしましたら10時に一度お時間いただいてご説明の方させていただければと思います。はい、はい、当日はズームの打ち合わせさせていただければと思います。オッケー、そこまでオッケー。一応注意した方がいいのが、有効語って一般的な言葉じゃないから、うちが有効語っていう有効の応募数だよと思ってるのと、お客さんが思う有効語っていうのは違うから、うん、有効語ってことはあんまり使わん方がいい、うん、お客さんに対しては。オープンクエストするタイミングは、もっと深掘りし終わった後の、ある程度喋ってくれたけど断られる時の、ほんまのネック点を探す時は、オープンクエストでもいいから、すべてのその質問がクローズじゃないとあかんわけじゃないけど、あの段階やったら、誰か山口さんがもらうために一人だった？一人だった？なんで一人だった？撮ったんですけど、あれですわ、あのピコロみたいなやつですね。ピコロ、ピコロ大魔人、大魔人って決めてるんで、あー、なるほど。終わった人から誘っか。あ、そうですね。もしもしたら、もしもしたら明日の2時よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。します。営業の工事いろんな商材を取りました。取りました。はい、じゃあ10分休憩入ります。いきます、せーの。2つ目が求人媒体にしては珍しい応募活用。ただナイス、決勝ナイス。ナイス、見込み？あ、すみません、ゴリゴリ新規。ナイス。最後の追い上げでメンバーさんがどんどんアポ獲得されてたのは痺れました。せっかくなので他のメンバーさんにも入社理由や平田さんとのエピソードをお聞かせいただきました。一番こうでかいところで言うと、はい、社長についてたら偉大な人間になれるんじゃないかなっていう、思ったっていうのが一番でかいところになってます。もともと僕はあの大手の会社に行きたいみたいな、大手の証券会社とかこう見てたりはしたんですけど、そんな時たまたま説明会の、まあ、なんかオファーみたいな
来て、はい、兄さんがこう登壇した説明会で、大手に入ったやつがすごいんじゃなくて、大手を作ったやつがすごいんだっていう、そういった熱い言葉をこう聞いて、その時にこうなんか自分の中でハッと、このディライトのこの兄さんは大手を作ろうとしてるっていうところにこう惹かれて、まあ、この人についてったら自分もなんか大手を作ったっていう人間になれるんじゃないかなっていうふうに思って、すごいこう惹かれて入社を決めたっていう感じになってます。とにかくもう僕が人生で出会った中で一番熱量がすごくて、はい、ディライトに入ればその兄さんと同じ目標に向かって同じ熱量で頑張っていけると思ったんで、はい、ディライトに入りたいと思いました。平田桃さん、今会社のナンバー2なんですけど、その桃さんも、まあ、トップ営業マンでずっとそばで見てきて一番お世話になってて、その桃田さんを一緒に働けるで追い越せる環境っていうのがディライトだなと思ったんで、ディライトで働きたいと思いました。めちゃくちゃいろいろあるんですけど、やっぱり一番すごいなと思うところは、数字に対して最後までやり抜く力みたいなところがめちゃくちゃすごいかなと思います。部署って一緒のチームとして、あのチームの数字をみんなで追うみたいな感じなんですけど、やっぱり平田さんのその最後までやり抜く力っていうのがすごすぎて、私たちもなんか最後まであのチームの数字を追うみたいな形で思えたので、みんなにその刺激を与えるくらいやり抜く力めちゃくちゃある方だなと。はい、以上です。大好きです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これ最近めちゃくちゃ感じるんですけど、はい、ちょうど1年間一緒の事業部やってて、はい、まあ、2ヶ月ぐらいちょっと離れた違う事業部に変わったんですけど、そこで今僕がめちゃくちゃ結果が、まあ、自分で言うのもなんなんですけど出るようになって、はい、その理由ってもちろん今の僕の責任者っていうの力もめちゃくちゃあるんですけど、はい、でも桃さん教えっていうのがめちゃくちゃ生きてるなっていうのは今はめちゃくちゃ実感してて、まあ、その当時で言うと僕がその完璧に結果出せたかっていうとそうではなかったかもしれないんですけど、今となって結果が伸びてきたのも明らかに桃さんの教え、いろんな分からないこととか営業のまずの基礎みたいなところから一から教えてくれたっていうのがやっぱ一番大きいかなと思いますね。やりました、達成しました、達成した、さすが、いたいた、どうだった、もういけそうだった今月。結構ギリギリでしたよ、もう結構マジでギリギリでした。けどいけた、けどいけました。メンバーも全員達成や、メンバーも全員達成です。さすが、7ヶ月連続達成、連続達成です。いいね、いいね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日どうでしたか。部署の達成も嬉しいんですけど、はい、メンバー全員の個人個人も達成してくれての部署達成なので、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、はい、なかったと思います。一番信頼してるのは、はい、桃やなって言ってもらえるようになりたいなと思うんですけど、まあ、まだまだ力不足のところもたくさんあると思うので、桃がいないといけないって言ってもらえるように頑張りたいなと思います。でも1チームさせてもらって、本当に皆さんにとって平田さんの存在ってほんまに大きいやなって思いましたし、2つ上の大の先輩とは思えないほどにかっこいいなって心から思いました。そう言ってもらえるようにちょっとぶち抜けて頑張っていけるように、はい、頑張ります、頑張ります、はい。じゃあ今日は一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。兄さんは今後平田さんにどんな風な存在になってほしいって期待されてますか。まあ、右腕かなと思うんですけど、はい、まあ、でももうこう右腕みたいな存在ですし、はい、はい、本当にこうももなしでは、まあ、今のディライトはないなって本当に思ってます、はい。